創子学園高等学校は岡山県岡山市北区に福西町にある私立高等学校。運営は学校法人創子学園。艦隊平洋大学やクラーク記念国際高等学校を要する学校法人である創子学園によって2010年より運営されている私立の男女とも学校。創子学園高校には現経営者である創子学園とは 運営をこととする、実質上の前身となる学校が存在する。それは2009年まで同地にいました。ベネッセコーポレーション系列の学校法人ベル学園が運営する、ベル学園高等学校という家庭、看護、福祉系の教学校であり、創始学園高校は公的な書類の上では、同校の功績を譲り受ける形で成立している。ベル学園は1884年に、 佐藤樹智義によって設立された私塾の裁縫所である忍ぶ裁縫校を源流とする岡山県の女子教育における伝統校の一つであった。なお、学校法人ベル学園そのものは、同宿内に今する専門学校である岡山医療福祉専門学校の運営法人として、現在も存続している。 特別進学コース国公立大学及び首都圏の私立名門大学を目指すコース。フロンティアコース将来を見据えて、職能を養成するコース。体育コース5年生。専攻科併設及び直接持ち上がり。岡山城北、岡山女子、ベル学園当時に設置されていた学科岡山女子、ベル学園の同窓会コミュニティの記述による。 岡山県岡山城市高等学校に関するカテゴリベル学園高等学校に関するカテゴリありがとうございます。